ミシェル・クワン、ミシェル・ウィング・クワン、中国、ご反対アザ、関英さん、1980年7月7日大は、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女性元、フィギュアスケート選手。中国系アメリカ人。1998年、長野オリンピック女子シングル銀メダリスト。2002年ソルトレークシティオリンピック、女子シングル銅メダリスト。5度の世界フィギュアスケート選手権。 優勝、9度の全米フィギュアスケート選手権優勝。アメリカの国民的大スターでもあった。2001年、ジェームス・サリバン賞受賞。ファーストネームのミシェルは、ビートルズの曲名から取られている。競技での偉大な実績に加え、人柄の良さでも有名であり、世界中でも彼女のことを慕う後輩スケーターは、多い、キム・ヨナ、キミ・ー・マイズナー、ナガ未来。 キャロラインジャンラは彼女を憧れとしている。表現力の評価の高い選手であった。ニコライ・モロゾフはクワンを心で滑る演技、見る者の,の魂に響くような演技ができた女子で唯一の選手と評している。2005年より家族らと共にアイスリンクとスポーツセンターを経営している。姉のカレン・クワンは全米6位になったことのある元スケーター。 1988年カルガリーオリンピックペア、銅メダリストのピーター・オペガードは議形にあたる。また、スポーツを通じて、青少年の能力を向上させる、委員会、カウンシルト・インペワー・ウィメー・アンド・ガールズ・スルー・スポーツの委員に任命されるなど、国務省の施設として、ホワイトハウスを拠点に活動しているほか、2008年からは、中国系アメリカ人の組織である一員としても、活動している。 2006年にデンバー大学に入学。2009年6月に主専攻の国際関係学と副専攻の政治科学の学位を取得して卒業した。過去にカリフォルニア大学ロサンゼルス校に在籍していたこともある。2009年9月、フレッチャースクール法律外交大学院修士課程に進学し、2011年に卒業。 2013年1月19日に弁護士でアメリカ国家安全保障会議で戦略的計画の指揮を取るクレーペルと結婚。2017年3月に離婚した。1993から1994シーズン、幕張で開催された世界選手権に13歳で初出場し、8位入賞。リレハンウェル五輪代表のケリガント・ハーディングが不出場のため、 繰り上げてのアメリカ代表となる。1994から1995シーズンの世界選手権、当時14歳のクアンは150センチメートルの小さな少女だったが、ショートではミスのない演技、フリーでも5種類7回の3回転と2アクセル2回、成功させ完璧な演技をし入賞。1995から1996シーズン、 身長も 158cm に成長した、クワンは、大人の魅力を前面に押し出した演技で、スケートアメリカ、スケートカナダ、ISU グランプリファイナル、全米選手権で優勝、続く世界選手権も制し、15歳で初の世界チャンピオンとなった。この世界選手権では、チンノとの一気打ちとなり、先に滑った、 真野が芸術点で満点である6.0点を2つ出し優勝間違い、なしと思われていたが、クワンも満点を2つ出し、ショートで1位につけていたクワンの勝利となった。1996から1997シーズン、スランプに陥っていたクワンの前に、新生たらリッピンスキーが登場する。3回転マイナス3回転のコンビネーションを確実に成功させるリッピンスキーに全敗。 グランプリファイナル、全米選手権、世界選手権は、すべて2位に終わる。1997から1998シーズン、クアンは、右足首の怪我のため長期間の休養を余儀なくされ、オリンピックの選考会となる、全米選手権の出場を危ぶまれたが、痛み止めの注射をして挑み、ショートフリートも完璧な演技でリピンスキーを破り2度目の優勝。 長野オリンピックアメリカ代表に選出される。長野オリンピックではクワンとリピンスキーの一騎打ちとなり、ショートプログラムではクワン1位、リピンスキーは2位につく。フリースケーティングでは5種類7回のジャンプを完璧に決め、技術点ではほぼ5.8、芸術点では全員一致で5.9という高得点を得て一旦は首位に立ったが、クワンの飛ばなかった3回転マイナス3回転の コンビネーションを2つ成功させたリピンスキーに逆転されてしまい、総合2位の銀メダル獲得に終わった。続く世界選手権ではリピンスキーの欠場もあり、2年ぶり2度目の優勝を果たした。1998から1999シーズン、グランプリシリーズは全て辞退し、全米選手権で3度目の優勝、世界選手権は2位に終わる。 1999から2000シーズン、クワンは3回転マイナス3回転を含むジャンプ変調の構成で、スケートカナダ、スケートアメリカ、全米選手権で4度目の優勝、世界選手権でも3度目の優勝を果たす。2000から2001シーズン、スケートアメリカ、全米選手権で5度目の優勝、世界選手権でも2年連続4度目の優勝を果たす。 2001から2002シーズン、シーズンの初めに12年間コンビを組んできた名コーチ、フランク・キャロルとの指定関係を解消。大親友とも言える彼らの中の深さは、スケート界でも有名であっため、不仲説、方向性の相違など様々な憶測が囁かれたが、二人とも、不仲説は完全否定。スケートアメリカで優勝。スケートカナダでは2位。グランプリファイナルも2位に終わる。 逸話先行となる全米選手権で6度目の優勝、ソルトレイクアメリカ代表に選出される。2002年2月のソルトレイクシティオリンピックでは、ショートプログラムで首位に立つも、フリースケーティングでは、ジャンプのミスがあり3位。結局金メダルのサラヒューズ、銀メダルのイリーナスルツカヤに抜かれ、総合でも3位に落ちてしまい、銅メダル獲得に終わった。ソルトレイク五輪を、 引退がささやかれる、中堅域続行を抗言。世界選手権は優勝したスルツカヤについで2位だった。2002から2003シーズン、スケートカナダで優勝、全米選手権で7度目の優勝、2003年世界選手権で2年ぶり5度目の優勝を果たす。2003から2004シーズン、全米選手権で8度目の優勝、2004年世界選手権は、ショートは公園、公演。 荒川静香、安藤美希に次いで4位、フリーは演技直前に、リンクへ、カナダ人男性乱入のハプニングがあったにもかかわらず、素晴らしい集中力を見せる。最後のルッツジャンプが、ダブルになった以外はほぼ、ノーミス、5人のジャッジから、芸術点6.0の評価を受け、荒川に次ぐ2位だったが、総合では3位に止まった。2004から2005シーズン。 全米選手権で8年連続9度目の優勝を果たす。だが2005年世界選手権では予選演技ので遅れが響き、SP フリーともに3位だったが総合で4位に終わり、1995年世界選手権以来10年ぶりにメダルを逃した。なおクワンの公式競技会への出場は同世界選手権が最後となった。2005から2006シーズン。 鳥のオリンピック出場権が決まる全米選手権を足の怪我のため欠場。そのため、米国フィギュアスケート連盟に嘆願し、その審査会では技を成功させたのと実績が考慮され、一旦は特例で逸話出場権を獲得していたが、このことは米国内のマスコミに非難された。しかしながら公式練習中に素敬部の怪我が悪化したため、 女子フィギュアスケート競技会開催数日前の2006年2月12日に記者会見で、逸話出場取り留めを発表したテレビ局と連盟特話の間での契約が、トリノの開会式にさえ出れば成立していたため、クワンの代替選手として、全米選手権で3位ながら当初補欠だったエミリー・ヒューズが急遽繰り上がり7位入賞。トリノ五輪後の2006年4月に、 自国アメリカでのアイスショーに出演した。その際のインタビューでは、現役引退を否定したものの、2006から2007シーズンは、怪我、2007から2008シーズンも足の手術後の、回復と、学業専念のため、全試合を欠場。またバンクーバーオリンピックを控える2009から2010シーズンも、国際関係学の修士号取得を目指すという理由で、極競技復帰を断念。 なお2010年2月開催のバンクーバーゴーリンでは、競技コメンテーターなどで登場していた。2011年12月15日、世界フィギュアスケート連動入りが決まり、2012年1月28日、全米選手権女子フリーの開催日に、スケートリンクにて表彰された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。